ジャンニ・ブーニョ、ジャンニ・ブーニョは、スイス生まれで、イタリア国籍の元自転車競技、ロードレース選手である、史上4人目となる、世界自転車選手権、プロロードレース連覇達成のほか、2度のナショナルチャンピオン、1990年には、第1ステージからマリア・ローザを最後まで守り通し、ジロでイタリアの総合優勝を果たす、ステージレースで、ミゲル・イングラインの公敵種として立ちはだかったことも、あった、 客室としては、タイムトライアル、山岳、スプリ、1990年のミラノサンレモでは、独走優勝しているがこの時のコースレコードは20年、たった今でも更新されていない、93年の中盤から、グランツールの総合優勝を狙う、エース級選手としては衰えを見せ、多くのファンが失望する中アシストに回りながら、区間優勝を狙うスタイルに落ち着いていった。 もともと精神的に弱い部分を指摘されていたが、これに加え家庭不和などの問題も追い打ちをかけていたものと思われる。1994年、コッパーゴスティーニョのレース終了後、カフェイン陽性が出たため、3ヶ月の出場停止処分を受けた。1998年に現役を引退し、現在はレスキューヘリのパイロットを務めている。1999年には、 アンフェタミンの購入及び保持により、6ヶ月間の出場停止処分を受けた。2007年のロンバルディア一周では、カメラヘリを操縦した。1988ツールドフランス1988ツールドロマンディカク角一区間優勝。1989ジロでイタリア一区間優勝。1990ジロでイ,イタリア総合優勝。全区間マリアローザ・ケンジ、ミラノ・サンレモ優勝。 ツールドフランス1992区間優勝ウィンキャントンクラシック優勝世界自転車選手権3位 UCI ロードワールドカップ第1位1991世界自転車選手権優勝イタリア国内選手権優勝クラシカサンセバスティアン優勝ツールドフランス1991総合2位1区間優勝ジロデイタリア3区間優勝 1992世界自転車選手権優勝ツール、ドスイス、一区間優勝ツールドフランス1992、総合3位1994ロンドファン、フランデレン優勝ジロでイタリア、一区間優勝1995、イタリア国内選手権、優勝1996ジロでイタリア、一区間優勝ブエルターエスパーニア一区間優勝、ツールドスイス総合3位、一区間優勝、 1998ヴェルターエスパーニャ一区間優勝ラルフミュートゲンスドーピングインサイクリングビールフェルト2007 P265 フォルティシモ ISBN 978から3から768852456ありがとうございます